ハートファウンデーション、ザ・ハートファウンデーション、ザ・ハートファウンデーションは、ブレッドハートを中心に、WWF、現、WWE で活躍した、プロレスラーのタッグチームユニットの名称である。メンバーの多くは、スチュハートに関連した人物である。1985年、WWF で、ブレッドハートとその義系であるジム・ナイドハートによって、結成される。マネージャーは、 ジミーハートが務めた同性だが、彼は、ハートファミリーとの血縁関係はない。なお、ジミーハートは1983年頃、テネシー州メンフィスのクアでナイドハートのマネージャーを担当していた。当初は、ヒールのチームとして、ブリティッシュブルドックス、ダイナマイトキッドデイビーボーイスミスや、キラービーズ、ジム・ブランゼルブライアン・ブレアと構想を繰り広た。その後、 アクトクレフェリーのダニー・デイビスとも、結択、1987年1月26日には、WWF 世界タッグ王座を、ブリティッシュ・ブルドッグスからダッシュする。同王座は、同年10月26日にストライクホース、ティト・サンタのアンドリック・マーテルに敗れるまで放置した。王座陥落後の1988年からは、ベビーフェイスに転向し、ジミー・ハートやデイビスとも決別。 以降は WWF を代表するタックチームとしてタック戦線の中心で活躍し1990年8月27日のサマースラムにてデモリッションスマッシュクラッシュを破り再び WWF 世界タック王座を獲得した王座退官後はジミーハートがマネージャーを務めるナスティボイズブライアン・ノップスジェリー・サックスと構想 1991年3月24日のレッスルマニア7で防衛戦を行うが、ジミーの干渉により王座を失う。これを機にハートファウンデーションは解散。ブレッドはシングルプレイヤーに転向し、ナイドハートは応援ハートとの新チームニューファウンデーションを経て1992年に WCW へ席した。1997年のレッスルマニア13以降、 ヒールターンしたブレッドハートをリーダーにハートファウンデーションは再結成される便宜上ニューハートファウンデーションと呼ばれる場合がある。この時のメンバーはブレッドハート以下 WWF に復帰したジムナイドハート、ブレッドの実定応援ハート、ブレッドの議定ブリティッシュブルドッグ、そしてハートダンジョンでトレーニングを積んだことのあるアメリカ人レスラーのブライアン・ピルマンである。 毎回アメリカをグローするマイクパフォーマンスを行い、ハンベヒールとして、ストーンコールドスティーブ・オースチン、D ・ジェネレーション X などと構想を展開したが、リーダーのブレッドと WWF の関係が悪化し、ブレッドは WCW へ移籍することとなった。同年11月9日、ブレッドの WWF での最後の試合となった、サバイバーシリーズでのショーン・マイケルズで、 モントリオール事件が発生し、ナイドハートとブルドッグもブレットと共に WCW へ移籍することが決定。ブライアン・ピルマンは同年10月5日に死去しており、最終的には応援のみが WWF に残り、ハートファウンデーションは自然消滅した。なお、WCW においても移籍してきたメンバー、ブレット、ナイドハート、ブルドッグで、 ハートファウンデーションを再編するストーリー案があったとされる。2002年、テディ・ハート、ハリー・スミス、TJ ・ウィルソン、現、タイソン・キット、ジャック・エヴァンスによって、ハート・ファウンデーション2.0が結成された。テディ・ハート、ハリー・スミスの両名は、スチュハートの孫にあたる人物で、ウィルソン、エヴァンスもハート道場の文化生である。2009年5月、ブリティッシュ・ブルドッグの息子、 デビット・ハート・スミス、ハート・ダンジョンの卒業生、タイソン・キット、ジム・ナイド・ハートの娘・ナタリアによって、当時の WWE の第三ブランドだった ECW で結成される。結成当初は、ハート・トリロジー、ザ・ハート・トリラジーと名乗っていたが、後にハート・ダイナスティ、ザ・ハート・ダイナスティと解消。ヒールのポジションで活動後、2010年3月28日に開催された、 レッスルマニア26でのブレッドハートとビンス・マクマホンの一戦をきっかけにフェイスターンする。4月25日のエクストリーム・ルールズにて、スミスキットは統一タック王者のビッグ・ショーザミツを下して統一タック王座への第一挑戦者となり、翌日の RAW で王者組を破り、新王者チームとなる。なお、8月16日の RAW において、統一タック王者は、 当時の RAW の GM だった、ブレッドハートの発表をもって、WWE タッグ王座となる。その後、追加ドラフトにより、RAW へ正式に移籍した。オーバーザリミットでは、クリス・ジェリコザミズ、フェイタル・ヨンウェイ、マネー・イン・ザ・バンクでは、ウーソズを相手に防衛を重ねていたが、9月19日の、ナイト・オブ・チャンピオンズのタッグチームターもいる形式の、 王座戦で嘘ずに敗れ、王座から陥落、試合の結果、コーディローデスドリュー・マッキンタイヤが新王者となった。また、この後から、ナタリアは統一ディーバーズ王座をめぐりレイクール、ミシェル・マクールレイラと交想を開始したため、シングルプレイヤーとしての活動が多くなった。スミスとキットは、王座陥落後もタグ王座戦線に絡むが、敗戦が続いてチームは不和となり、 11月15日のジャスティン・ガブリエルヒース・スレーター戦で両者は仲間割れ。以後、キッドはヒールターンし、ハートダイナスティは解散した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。